江戸時代後期、姫路藩には誰もが認める名家老がいました。今年は彼が生まれてから250年。その功績を改めてご紹介しましょう。ここは姫路城のすぐ東にある姫路神社。江戸時代後期に姫路藩主を務めた酒井家ゆかりの神社です。その本殿に寄り添うように建てられたお社があります。今回の主人公、河合駿王を祀る駿王神社です。駿王って変わった名前ですよね。まあ昔のね、こういう有名な人は幼名からね、その号と言いまして隠居した時の名前とかいろいろありますけども、まあ猪吉というのがね、生まれた時で早之助で道読みで最後駿王という名前を習ったんですよね。はい、なぜ駿王というのは、河合駿王はすごい、まあ、能とかね、お茶とか極めてましたんで、まあ、翁というのはもうこれ謡曲の一番特別の神歌とも言うんですけども、おじいさんという意味ですけど、へりくだって駿という、ね、名前をつけた、まあ、実際にはすごい大柄な方だったそうですけども、駿王という名をね、そこから取られたというふうに思いますね。はい、河合駿王は姫路藩酒井家の家老、四代の城主に仕えました。検証会の皆さんがイベントなどで披露されている紙芝居とともに、その活躍ぶりを見ていきましょう。姫路藩の名家老ということですが、どんなことをされた方なんですか？はい、まあ、姫路だけではないんですけどね、その頃どこの藩ももう財政逼迫してる、特に姫路は水害があったり、それから飢饉でね、日照りがあって、そういう時代に借金がどんどん膨れ上がって、その後もなかなかその借金が増えるばっかりだったんですね。でも逼迫してしまって困り果てた時に、まあ河合駿王が、時の城主酒井忠広に立て直してくれという、まあ、それはもう駿王が42歳ですのでね、まあ、それまでにもいろんなことがあったんですけども、財政再建を任されて、まあ、立て直したという、それでまあ名家老というふうに言われておりますね。実際にどのくらいの酒井家はじゃあ、債務があったんですか？その73万両というのが、まあ、年間予算の4年分ぐらいな借金を抱えてしまって、もうどうしようもない状況だったという、そんな状況だったみたいですね。財政再建を任された駿王は、倹約令を出しつつ領民のための政策を打ち出します。民はこれ国のもと、もと固ければ国安し、中国の諸教の一節から名付けたという古寧僧は、非常用の食料備蓄倉庫、最盛期には288箇所にあったといいます。この古寧僧のおかげで、たくさんの人が飢饉をしのぐことができたとか。駿王は神殿開発にも力を入れます。姫路の北東部にある西光寺野では、養蚕のための桑や朝鮮人参が栽培されました。人参役所があった場所には、明治期に酒蔵が創業、現在の建物はその時に建てられたものです。また市川や千葉川沿いにはハゼの木が植えられました。果実から和ろうそくの原料が取れるのだそうです。駿王は姫路の特産品にも目をつけました。塩や藍染め、革製品、
こちらは今はもうありませんが、寸能が信仰したという唐山焼の発祥の地。当時使われていたという井戸が今も残されています。本当に多方面での財政改革を行ったということですね。はいはい、まあ、いろんなことをするんですけど、まあ、その中でも、まあ、姫路の特産品というね、まあ、姫路木綿というのが評価されておりましたからね、まあ、それを生産量を増やして、まあ、それが当時は大阪の問屋経由でしたから、もうそこで全部いいところを取られてしまって、実際姫路にはその残らなかったという、まあ、それを寸能は、まあ、江戸行って、そういう専売店をね、交渉してもらうわけですね。でそれからどんどんその借金が年々すごい勢いでね返せたという、まあ、それだけじゃないですけど、まあ、一番大きかったのがその木綿ということみたいですね。画期的な政策だったということですよね。姫路木綿は好評を博し、姫玉や玉川さらしと呼ばれました。こちらの神社には木綿商人たちが寄進した鳥居や玉垣が。盛況ぶりが伺えます。たくさんの荷物を運ぶため港も整備されました。今も姫路には和田町という町名が残っています。ここには藩札を取り扱う役所や綿の専売を取り扱う役所が作られました。寸能はその藩札を作るため、ラジオ紙の技術を持った紙すき職人も呼び寄せています。寸能は産業振興の一環としてお菓子作りも奨励しました。かりんとうもその一つ。長崎に派遣された職人は南蛮から伝わった油菓子作りを習得、姫路に持ち帰ったと言われています。こちらは元禄年間から続く老舗の和菓子店です。名家玉椿は忠真の孫忠則と将軍家の清姫との婚礼のために作られたとも言われています。店には寸能が書いたと言われる書も残されています。敏腕家老にはもう一つの顔があったそうです。こちらは寸能が仕えた酒井忠真公、茶人としても有名です。寸能もその影響を受けたのでしょうか。こちらのお寺には河合邸にあった建物が移築されています。たくさんの竹が使われているため竹楼と呼ばれています。寸能が文政8年に殿様を迎えるために建てたものだとか。老朽化のため修復再建されていますが、こちらの引き戸は当時のまま残されています。この名家老の存在を多くの人に。河合寸能顕彰会ではどういった活動をされてるんですか。はい、まあ、河合寸能顕彰会は、まあ、できて3年少しなんですけども、まあ、その前に私たち商工会所青年部というのをね結成して、5周年ちょうど今からもう20年前ですけども、河合寸能をテーマにして寺林俊先生に姫路を凍って寒からずというねすごい小説を書いていただいて、まあ、全国に発信したんですけども、まあ、それ以降この神社にお参りしたり、河合家の墓所に毎年命日には欠かさずで、ね、もう法要を
させていただいたりずっとしてたんですけど、まあ、その後3年前に河合駿の検証会というのを、まあ、商工会議所が事務局となって会頭が会長となりましてですね、活動してるんですけども、まあ、その中で、まあ、こういう河合駿の、パンフレットをね作ってるんですけども、はい、こういうのを作って、まあ、子どもたちのねあの PR ショーという形で今進めておりますが、特にこの河合駿さんの肖像というのはね、なんとその河合駿の殿さんであった忠実という城主の弟さん酒井抱一というね有名な琳派の方がいらっしゃいますけど、その一弟子の鈴木喜一という方が実際に駿のさんを描かれたというから、実際のお顔なんかこういうお顔だったみたいですね。まあ、この銅像もこれから作られたというふうにもお聞きしましたけども、まあ、そういうので PR したり、この前も河合駿のをテーマにした歴史フォーラムをね市民向けに開催させていただいたり、まあ、5月3日にこちらで駿の大祭というのが毎年されますけども、それにも列席させていただいたりしております。それから駿のクラブとして河合駿のの紙芝居というのもね作らせていただいて、これもあちこちで披露させていただいておりますね。まあ、そういうPR 活動というのをこれからもずっと続けていくつもりです。では改めて、はい、河合駿王という人物についてどんなふうに思われていらっしゃいますか？家老としてねその財政を立て直した、まあ、経済だけじゃなしに、まあ、いろんな文化面芸術も極められた。でもう一つはまあ人材育成という形で、まあ、晩年人事残校というのを作って、まあ、若者を育てる、やっぱり町を良くするには若い人を育てないとダメだというね、自分の資材を全部投げ打って学校を作られるんですけども、まあ、そういう意味で私たちはすごく河合駿のという人にはね敬意を表して尊敬してる人ですよね。この神社がありますからね、家老で神社があるのはなかなかないと思いますので守っていきたいと思っております。財政再建の功労として駿王には山が与えられました。姫路の南東部にある神寿山です。駿王はここに資材を投じて学校を作ります。全国から著名な先生方を招き、漢学、国学、医学を伝授、次世代の人材育成を図りました。その学校跡には井戸と土塀の一部が残されています。山の西側には河合家の墓所があります。多彩なアイデアと行動力で姫路藩の危機を救った河合駿王は69歳で隠居、その6年後にこの世を去りました。今も姫路には駿王さんの足跡がそこかしこに残されています。